タガ SL パーク後の D51149。タガ SL パークは、かつて、滋賀県犬上郡タガ町敏満寺にあった SL ホテルである。当時の全国的な SL ホテル開業ブームに乗り、タガハイウェイパークレストランの宿泊施設として1976年11月3日に開業。大見鉄道タガ線多タガ大社前駅に近い場所に立地していた。 D51 形状機機関車と B 信頼客車3両を設置し、客車を宿泊施設として使用した。客車はそれぞれ丸山、桜、早草と命名。丸山は車内の信頼を全部撤去し、畳敷きの和室に改造されていた。車両の搬入は8月に行われ、彦根駅から大見鉄道の電気機関車が経営して、多賀駅まで輸送された。 オープンに際して、大見鉄道が発行した記念乗車券には、その様子の写真があしらわれていた。1980年代に、レストランの廃業に伴い閉鎖された。その後は、同じ敷地にあった、レストランともどもそのまま放置されていたが、客車は1995年12月23日に、解体された。機関車のみ現存していたが、荒廃していた。 2020年、多賀町議会決算委員会において、帰還者の処遇についての質問に対して、町側は愛知県豊田市の城と先に城とが決まり、来年2月までに移転の予定と答弁した。国道307号沿いにあり、国道を挟んだ南側に、清流山がある。北側には赤坂公園及び高宮池がある。ありがとうございます。